どうもこんにちは。3月3日アイドルグループニュースの加藤シゲアキさんが結婚したことを発表しました。お相手は一般女性で、ニュースメンバーの中では最初の既婚者となりました。今回の結婚報告では、私事で恐縮ですが、この度加藤シゲアキは結婚する運びとなりましたことを報告させていただきますとし、この変化を機に改めて感謝を胸に刻み、表現の場においてはさらなる高みを目指す所存ですと今後の意気込みを語っていました。加藤さんは1999年にジャニーズ事務所に入所、2003年にニュースとしてニュース日本でデビューを果たし、アイドル俳優として活動する傍ら、2012年に小説ピンクとグレーで小説家デビューをしています。2023年10月に発売された小説慣れの果ては発売2週で10万部を突破する大ヒットとなり、直木賞にもノミネートされました。 X では加藤さんの結婚を祝うメッセージが並び、加藤シゲアキさん幸せに生きてくれ、誰よりもずっとずっと幸せでいて、さっき母親に言われました、3月3日のひな祭りという女の子を大切にする日に結婚発表したシゲはすごいね、お相手のこともファンのことも一番大切に思ってるよ、男だねと2024年3月3日に結婚報告した加藤さんですが、お相手は一般女性だと言います。そんな加藤さんの結婚にファンは、シゲおめでとう、結婚相手は誰ですかなどの声が多く上がっていました。加藤さんの結婚相手は一般人女性とのことですが、一体誰なのでしょうか。加藤さんはニュースのメンバーとして活躍しているため、ファンとの関わりも多いですよね。また加藤さんは結婚報告の際、一般人女性とコメントしていたため、もしかして結婚相手はファンだったりしてと一部でささやかれていたようです。ただアイドルとファンはなかなかつながりにくい部分もありますので、加藤さんの結婚相手の嫁はファンではないのではという意見も多いようですね。そんな加藤さんは中学から大学を青山学院大学系列に通学していました。青山学院大学はエスカレーター式の大学ですので、中学&高校時代からずっと交際してきた彼女がいたのではと推測する声もあるようです。卒業してから参加した同窓会で意気投合してという可能性もありそうですね。アイドルが同窓会に参加できるのかという疑問もありますが、加藤さんの結婚相手は学生時代のクラスメートや幼馴染という可能性もありそうですね。また加藤さんの結婚相手は幼馴染の可能性もあるのではとの声も。前述の通り、加藤さんは青山学院大学系列の学校をエスカレーター式に通学していたため、青山学院時代の幼馴染と結婚したのではと予想するファンもいるようです。さらに加藤さんは直木賞にノミネートされたことのある小説家としても活躍しているため、加藤さんの結婚相手は出版社や作家編集者などのつながりのある女性だったんじゃないかと予想するファンもいるようです。出版関係は授賞式などのイベントも多いようですので、多作家さんと仲良くなる機会もあるのではと推測されています。また2024年2月29日に大谷翔平さんの結婚が報じられましたが、結婚相手が日本人女性としか明かされていなかったため、一般人女性ではないってこと、元有名人だったりすると噂になっています。大谷さんの結婚が報じられた時期と加藤さんの結婚報道時期がほぼ同じ時期だったため、加藤さんの結婚相手も元有名人だった可能性があるのではと噂になっているようです。さらに近年、インフルエンサーや YouTuber と結婚する芸能人も増えてきましたよね。そのため加藤さんの結婚相手はインフルエンサーの可能性もあるのではとささやかれています。旧ジャニーズには行きつけのバーやレストランなどがあると言われていて、そういったバーなどで知り合うというタレントもいると噂になっていますが、真相のほどは不明です。一体どんな結婚相手なのか気になりますね。今後番組に出演した時などに、もしかすると結婚相手の情報がコメントされることもあるかもしれませんね。これまで熱愛報道などなかった加藤さん、電撃結婚でびっくりしたファンも多かったようです。加藤シゲアキさんの結婚相手の方ですが、
まだ妊娠しておらず子供はいないようです。ただ加藤さんは以前テレビ番組で、子供がジャニーズやりたいと言ってきたらという質問に、絶対やっぱやめとけって思っちゃうなと話していました。子供が欲しいというやり取りもしていたみたいなので、近々何か報告があるかもしれませんね。ただ自分と同じアイドルにはさせたくないと語っており、自分と同じ苦労をさせたくないという思いがあるのかもしれません。加藤さんが所属しているニュースは9人でのデビューだったのですが、メンバーの脱退で現在は3人、メンバー脱退の際には活動休止の期間もありました。やっぱりいろんなところから集まったグループなんで、絆を深めるというか、いきなり集まってるんで個性がみんな強いんですよね。だから魅力的な分、チームワークっていうのをなかなか作りづらかったんですよね。今となってですけど、と解雇していたことがあります。加藤さんをよく知る人物として親友勝地涼さんが、印象に残る加藤さんのエピソードとして、2011年のドクロ城の7人っていう舞台に僕が出させてもらった時に、彼が見に来たんですって。僕は後々聞いたんですけど、その日の夜何時かにニュースがメンバーが2人脱退するっていうことで、4人になってしまうっていうのを世の中に発表する日だったんですね。だから本人としてはすごくいろんな感情の中舞台を見に来ていて、その時に客席で役者たちが、まあ僕とか小栗旬くんとか演技をしてるのを見て、俺はもうああいう風にキラキラした場所には立てないのかもしれないとかっていうのを感じたらしいんですね。みんながアクションしてるのを見て、自分は何やってんだろうとかっていう思いをしながら、その日劇場から自分の家まで歩いて帰ったというエピソードがすごい好きで、とメンバーが脱退する時の心境を明かしていました。なんかやっぱちゃんと悔しいって思ってるっていうか、自分がその時に泣きたかっただろうしとか、そういういろんな感情が湧き出てきて、一個一個ちゃんと悔しいとか思ってるから今のシゲがあるって僕は思ってるので、でもその時に続けるって選択をしたりとか、かっこいいんですよねとしみじみと話していました。それを聞いた加藤さんは、その公演中にメンバーの脱退が発表だったんですよね。だから携帯の電源をオンにした瞬間にたくさん来るわけですよ、連絡が。大丈夫みたいなという状況だったとし、で自分は心配されてて、で肩や自分の好きな同世代の役者さんたちは輝いててっていうので、電車にも乗れなくて1時間くらい歩きながら、そん時のネットニュースのレビューとかも読んじゃうんですよね。で散々書かれてて、立ち直れるかわからないけど今はとことん沈んでみようと思いながら、考えながら、自分がその中で本当にそれでも続けたいと思うのか、もう諦めようと思うのかっていうと振り返っていました。当時は小説を発表することが決まっており、作家になるっていう選択肢ももしかしたらあったかもしれないし、でもプレイヤーとしてお芝居や歌やダンスもやっぱりやりたいのかもな、俺あっちに憧れたってことはって思ったんですよね。すごい運命的な出会いでしたねと語っていました。今回の結婚発表の一方で、ニュースの FC メールで、加藤シゲアキより大切なご報告って言うから何？脱退？え？ってすっごいドキドキしながら見たら、結婚の報告でとても安心した。今回のでとりあえず思ったのは、脱退とかそういうのじゃなくてよかったってこと。と、加藤さんの脱退でなかったことから、安堵のポストも見られました。加藤さんは、アイドルと小説家の兼業をしてますが、ファンの間では小説家一本に集中するという話が浮上していて、ニュースを脱退するのではないかとの懸念がありました。もし加藤さんが脱退したら、ニュースは小山慶一郎さんと増田貴久さんの2人になってしまいます。これではグループ継続も困難になってしまいます。そんな懸念を抱える中での結婚発表だけに、ファンのお祝い感は一層増す形となりました。とはいえ、脱退の可能性がゼロになったわけではないようです。今後も加藤さんの行動に目が離せません。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。